ベガルタ仙台のカードです。 Thank you, Liberty Stadium. Enjoy the game. 前半のキックオフです。カラバーカップ制覇を目指す戦いが始まります。ここは先制点を奪って主導権を握りたいですね。こちらがスウォンジーシティの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド入るか。このシュートはディフェンスに。シュートは入るか。ポストに弾かれた。気は抜けない展開です。勝ち越す絶好のチャンスでしたが枠に嫌われましたね。これは相手にパスしてしまいました。ここを起点にできるか。いいプレスです。ボールを奪いました。これはどうだ。素晴らしいセーブでピンチを逃れました。これはコーナーキックでしょうか。中に入れた。この声援はサポーターも流れが来ていることを感じているんでしょうね。このコーナーを得点に結びつけて声援に応えたい場面です。ノスだ。打った。このボールはキーパーが抑えましたね。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。ここはよくスペースが見えていました。キーパーファインセーブ。これを止めますか。前に出しました。ノツダ・ガクト。さあスタジアムのテンションが上がります。前方に運びました。ノツダ・ガクト。クロスを中央に入れた。ゴールイン。オウンゴールとなってしまいました。オウンゴールとなってしまいました。こちらのカメラからの映像です。気を取り直してキックオフです。ジョルダン・アエウ。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。これはあるぞ。クロスを上げた。中はフリーだ。中央でノーマークだ。サイドをえぐって中を見る。ノスだ。打ってきた。枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。体で止める。今日は至るところで出てきます。コーナーキックの判定です。コーナーからエリア内へ。ここはクリアされました。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。アユ。このカットは大きい。しっかりと見事なシェアです。うまいパス。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたがまだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。低いボールをゴールに蹴り込みました。浮かしませんでしたね。冷静でした。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。ジョルダン・アエウ。
さあどうだ。パトリック・シック、ボールを取りました。さてどうする。ここはフリーキックを与えられます。前半が終了しました。スコアは2対0。2点の前半のキックオフです。カラバーカップ制覇を目指す戦いが始まります。主審の笛が吹かれました。このカラバーカップの一戦も後半に入ります。両チームとも前半とは戦い方を変えてくるかもしれませんね。キーパーに近すぎたようです。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ボールが足につきません。ルーズボールだ。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。慎重に攻撃を組み立てています。EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、ベガルタ仙台がホームで迎え撃つのはマンチェスターシティです。ファールを取りました。今のファールにカードの判定。レフェリーはよく見ていましたね。サイドにスペースが空いています。中にノーマークの選手がいる。見事なヘディングです。見事なヘディングでした。頭でしっかりボールを捉えてますね。ゴール。素晴らしいヘディングですね。あのポジションに入った時点で勝負ありといった感じでしょう。この展開は予想できませんでした。これは見事なパスカットです。味方につなぐこともできます。素晴らしいボールだ。このシュートは外れます。フィールドの中盤でボールを奪いました。スローインです。アブデヌール。スルーパスが味方に通る。中央にクロスが上がった。キーパー弾く。来た。ゴール決まった。これは何とも相手にしてみれば憎たらしいといったシュートでした。キーパー今度はセーブしきれませんでした。1回は止めましたが、相手の選手がうまく詰めていましたね。こぼれ球を狙っていました。ワンサイドゲームとなってしまいました。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。うまいパス。ここは枠を捉えきれません。ここはしっかりクリアされました。アユ、パトリック・シック、勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。
この試合も残すところあとわずか。スコアは4対0。このままいった場合、次のゲームにどう影響するのか。はい、ベガルタ仙台の次節はマンチェスターシティです。今日はいいゲームをしてリードしています。次につながる十分な内容と言えるでしょう。ここでボールを取ります。パトリック・シック、フリーの選手を狙ったクロス、素晴らしいヘディング。ヘディングで決めました。うん、いいヘディングでしたね。さらに追加点、点差を広げます。相手の心を折るには十分な1点かもしれません。この角度からも見ましょう。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。ボールを取りました。さてどうする。いい位置で奪った。見事なスルーパス、前方に運びました。スウォンジーサイドにスペースがあります。5対0のまま。